どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のゆうです。さあ、本日なんですが、皆さん診断引きましたか？診断の中でね、最も影が薄い UR と言ってもいいね。これ竜王神話という UR、 これご存知でしょうか？この激アツシーンね、このミサイル VS カイドのさ、あの宇宙の対決をこの模したこのイラストね、これマジエモいんだけど、このカード今日はね、悪用していきます。どういうカードかっていうと、速攻法になってまして、自分のフィールドのドラゴン族モンスター対象にそのモンスターの攻撃力を倍化するっていうクソ脳筋で、相手のフィールド上にドラゴン族モンスターがいれば、さらに対象のモンスターの効果の発動が無効化されませんよっていう、まあ、そういう効果ですね。まあだから、まあ、普通のデザイン的には、まあ、例えばタキオンとか、まあ、あのプライムとかのに打ってめっちゃ攻撃力上げてから殴れみたいな、そういう感じの効果になってますね。だったらギャラクシーかフォトンってつけとけとか思ってるんだけどね、カード名に。で、自分のメインフェーズに墓地のこのカードを除外すると、自分の墓地の、または除外されている自分のモンスターの中からドラゴン族エクシーズを守備表示特殊ができるよと。まあ、これどっちかしか、使うことができませんみたいな効果ですね。で、正直最初はこのカードを使ってギャラクシーアイズでワンキルしようと思ってたんですよ。ギャラクシーアイズに入れて竜王神話使ってみました。このカード、まずね、引きませんし、いりません。なんでかっていうと、ギャラクシーアイズはこんなカードなくてもワンキルができるからです。オーバーキルしてきます。すいません。はい。ネオギャラクシーアイズとか、ギャラクシーアイズプライムとかって、自分で打点上がるんで、別にこんなカード使わなくても勝てるんですよ。だから、これいらないなってなって、ギャラクシーアイズでは。じゃあ何するかと。いや、もうなんかこれを使い道1個しかねえなってなったんですよ、俺の頭の中では。倍化できるんでしょ、攻撃力を。ドラゴン族モンスターの。じゃあ、ヌメロンの攻撃力倍化するしかないよねってなって、ヌメロン倍化するっつったら、まあそれは射出するよねと。はい、そういうことです。今日はね、ちょっとまあいろいろ回し方あるんですけど、そのパンクと、ティアラメンツのパワーを使いまして、墓地めっちゃ肥やしまして、でカタパルトタートルで、竜王神話をぶっ飛んだ、ヌメロンドラゴンを射出していこうと思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さて、パワープレイソリティアを見せていくか。またあまりにもパワープレスソリティアを見せていくぜ。皆さんね、手札1枚から何々みたいな、デッキたくさんあるじゃないですか。手札1枚から先行暗記みたいな、この間投稿したサーキュラーみたいなね、なんかああいう先行暗記でも楽しいと思うんですけど、僕ね、どっちかっていうとね、パワー系ソリティアが好きなんですよね。これどういうことかっていうと、なんかドローとか、やってみないと分かんないみたいなギャンブル性が高いソリティアですね。そう、今回の場合はですね、墓地に送るカードがどれだけ強いかによるっていうソリティアなわけですよ。これパワー系ソリティアって言うんですけど、だから確定するルートがないんですよ。墓地に落ちたカードの枚数と何が落ちたかによって、まあ決まるか決まんないかみたいなね。はい、まあそういう、そういうデッキとなっております。さあ、わけのわからない、コンボを爆弾させていきましょう。まあ、とりあえずですね、パンクはいつもの通りですね。パンクいつもの通りパンクして、まあ、レベル8に対と、デッキトップ5枚めくり効果を発動していく。カタパルトタートル見えちゃったな。見えちゃったな。あ、これはね、手札食らえない方がいいね、これ。トリッククラウンもハーフにその墓地をした時効果あるんで、加えず、ハーフニス効果と、トリッククラウン効果で、トリッククラウンの効果で自分の墓地からトリッククラウンを特殊召喚しながら、ハーフニスの効果で融合するんですけど、これなんとですね、ちょっとネタバレになっちゃうんですけど、カタパルトタートルがですね、水族なんですね、実は。はい、これおあつらえ向きに、これ機械族みたいな顔して、これ水族なんですね、これわけのわからないシナジーね。で、キトカロス特殊召喚成功時効果で、ここでレイノハート持ってくる。レイノハート1枚しか入れなくても大丈夫。このデッキ、ティアラメンツじゃないから。ティアラメンツはコスト。展開するための。で、ちょっと一回ヴァンパイアするわ。で、レベル8モンスター2体で、ヴァンパイアしていく。で、これでヤバいモンスターが見かけてしまった場合は、相手のモンスターパクるしかないっていう話になるんだけども、これケルベクとかめくれるってくれるとね、めっちゃ嬉しいんだけど。さあ、カオスルーラー。からうわ、意味ねー、キュアリーか、なるほど、モンスター特殊召喚、ライトロードビーストウォルフ。最近ね、ピュアリー結構結界派とか入ってるからね、
結界波とかあと三線とかめっちゃ入ってるから、それ多分警戒した方がいい。多分結界波持ってんじゃねこれ。なんか何もしてこないけど、なんかそのドヤ顔で展開見てるから、結界波めっちゃ入ってそうな気がするわ。で、黒シープ出します。で黒シでこのリンク先に出しといて、融合して墓地のモンスターを、特殊召喚みたいな動きですね。で、キトカロスを、墓地送って、レイノハート特殊で5枚送りと確定、墓地送り。これなー、これマジでさ、でもさ、ティアラメンツめっちゃ弱くなったよね。これだってこれでさ、ベーステトって言われたら融合できないからね。ベーステトって言われたら融合ができない。まあ、一応墓地落ちるからそっからなんとかするっていう話はあるけど、シェイレーンか、シェイレーンでキトカラス効果で5枚墓地送る。シェイ効果、あ、迫力落ちたのいいね。迫力落ちたのいい。でこれ8出す。でここと、キトカラスでルールカラス、これ特殊召喚無効なんですけど、これ後で素材にします。盤面に残ることはありません。多分この人がでですね、これはね、ね、迫力ですね。迫力を特殊、魔術師のチューナーモンスターなので、まあこれ何でもいいんですけどね、魔術師のチューナーモンスターであれば何でもいい。でこれでこうでしょ。で魔術師モンスターをシンクロスターにしてるんで、これ墓地から魔法カード回収できるっていうガチやばい効果ありまして、これで愚かな埋葬を吸収しまして、これであのね、死者蘇生とかを拾ってなんか相手、自分の墓地のカタパルトサードを特殊召喚するとか、なんかあのこれ臨機応変に対応していくって感じで、竜王神話落ちてたら竜王神話拾うみたいな。で愚かな埋葬を発動して、ね、これカタパルトですね。これカタパルティングタートルですね。で、白雪ですね。で白雪効果発動します。で特殊ジャイアントレックス効果発動して特殊 OK でレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築エクシューでしょうか。こちなみにもしなんかその墓地が落ちるから足んなかったら、なんか強引に給養室作りに行って、あのサイクレムのドラムだとかと一緒にね、強引になんかビーストウルフラムダ白雪とかで強引に給料室作って、それで墓地を落としていきます。はい、で、ガチヤバモンスターが爆誕したんで、あとは相手のライフをしょっていくだけという話がありまして、分かりませんか。これ竜王神話とかいう最強カードのパワーをお見舞いしてやるぜ。でこれによって、ラビオンの効果でヌメロンドラゴンナンバーズ100、ヌメロンドラゴンをヌメに召しながら特殊召喚、ヌメロンドラゴンの効果を発動。ヌメロンドラゴンの効果により攻撃力を9000、あ、9000じゃないか、これ言ってた、13000、そして手札あり速攻魔法竜王神話を発動、ドラゴン族モンスターの攻撃力を倍化するぜ。うわっ、射出絶対使い方違う。うわ、まあでもこれでも言うてさ、これ動き強そうじゃね。なんかね、なんだかんだね、なんか使ってるカードは強いけどね、そのエクストラ力が弱いんだけど、このデッキでもね、使ってるカードはめっちゃ強そうだからね、なんかワンチャンね、打点で投げればね、高校もなんとかなった。さっきなんかよくわからないけど、なんか高校勝ったんだよな。よくわからないけど、なんか相手がなんかいろいろ使ってくれたから、なんかその後にいろいろ展開して、なんかいろいろ全員で投げたら勝ったんだけど、制圧モンスター全然入ってないから、このデッキ。そこだけが問題点ではある。はい、もう最悪なんか全部でぶん殴ってからカタパルトで射出みたいなことできるからね、はい、ちなみにあの竜王神話でヌメロンドラゴン打点を爆上げして、そしてぶん殴れば勝ちっていう試合もありますから、はい、まあ、今のところちょっとそこまで行ったことはないんだけど、相変わらずアリエンソリティアが始まってんな。ブラックガーデンとかいう激ヤバカード来た。これさ、なんかリンク先のモンスター送りつけるムーブでしか使われないじゃないですか。これなんかもう僕何を送りつけられるんですかね、これ。あ、佐々木だ。 DDB じゃん。 DDB DDB ごめん、俺死ぬ匂いしかしないけど大丈夫俺。てか死ぬ匂いしかしないけど俺。ノーティングか、なるほどな。
ノーテングはなんか800バーンだっけ。800バーンね。はい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 。800バーンはどうでもいい。これ佐々木さんでなんかリリースするのかな。これノーテングと宣告者、あ、ファイナルシグマ、やばすぎ、やばすんぎ。これこっち待って、手順で収集して。でもだら、だ佐々木は単一だから。佐々木は単一。みかんこ、何、急によくわからない謎のみかんこ来た。大姫のみかんこ効果、ホムラマイ捨てて、みかんこかぐら。あ、え、待って、これ墓地にさ何個ある装備魔法。あ、やばめっちゃあんじゃん。あ、イゾルでしてるもんね。やばいやばい。説明しよう。みかんこかぐらとは儀式魔法でありながら、みかんこ儀式モンスターを特殊召喚したとき、自分の墓地に装備魔法カードがあれば、その数まで相手のカードを破壊し、破壊した数だけバーンダメージを与える。儀式魔法なのかバーンカードなのかよくわからないカードなのである。みかんこかぐらはね、装備カードが墓地にあると。お前悪用しすぎじゃない、みかんこかぐら。